今日ベンツ、まあ、ちょっと外車乗ってね、行こうかなと思ってあれハマゾンさんです。サラサラ出るっしょ。さあ来い。仮面が欲しい。仮面が欲しい。行こう。来たよこれ。外れ。絶対外れこれ。絶対外れ。あースーパーレアスーパーレアです。来たんだけどな。これスーパーレアですらないな。プロモーションかこれ。ああ宇宙最強のプロモーション。気絶してる仲間の全力回復すると。外れだ。すみません、ありがとうございます。映っちゃうもんね。神様、誰かが仕入れてた。誰かが。今運転されてるですね。結構転売を主にされてる方が、なんとドラゴンボールヒーローズのカード仕入れたそうなんですよ。まあなんとすごいカードをね、安く仕入れたということで、ちょっと見ていきましょう。3円か5円ぐらいのカードですね。まず最終決戦。ちょっとわかんないですね。ベジータ、はい。なんで買っちゃった？はい、神様。店頭価格100円、買い取り価格30円。誰かが仕入れてた。誰かが、ね、どこかから仕入れてた。はい。ああ。あっ、うわ、ギニューはい、こんな感じです。今1個出てたやん、これ1個出てたやん。わ、これもこれまたじゃないっていうか、っていうか、あ、さっき買ってたやつだ。すいません、2つ1個買ってたやつが出てきまして、あー、魔人ブー純粋。あれ、これ当たりじゃん、当たりじゃんだから、これね、じゃん、星4つで、結構綺麗、トランクス1段のシークレットレアが来ました。本当にここ当たりやすい。すいません、まだ続けます。おそらくさっき当たりから次の当たりまで。これも出たな。あ、違う、モンド、アーモンド。またひょっとしてまたブルー将軍。そろそろ来て。いや、来たけど来て。あ、トーマは使えるけどスーパーレア。でも当たりは一番前にあるから分かるんだよね、出てきた瞬間に。あー、来たけどレート600円。レート600円で秋葉原で売ってるよこれ。これゴースさん、まあプレイ企画でいなくなってたからよかったんだけど、使えるカードなんで。ミスターサタン。はい、まだ続けます。はい、はい、時の海王神と。あ、なんじゃこりゃ。ゴッドアビリティのベジータ。最近まだ続いて、よいしょ。あれ、まだじゃん。時の海王神キャラなんですけど、おお、なんかかっこいいのが、めっちゃかっこいいのが出た。これひょっとしてプロモーションじゃない？これは結構ひょっとすると200円ぐらいで売れるかも。ハマゾンです。アマゾンセットリー。アマゾンさん。はい。アマゾンで検索するのはやめて。ああ、来た。ガチで来た。ガチで売り切れ。ラスト。よっしゃ。おっしゃ、出るよ。ガチできた、やった。まあ1万ぐらい使ったけどね。あの、バーダックじゃないかとカメラマンの方が言ってましたが、あの、ベジータです。じゃあということで、今日はハマゾンさんと、サザンさんと、まあ、ここ場所どこですかね。佐藤市です。佐藤市、いい加減覚えろ。いや、ここは群馬です。めちゃしっぽい自己総パスやったな。もう大興奮だよ。あ、このねっていう書き方が老人の書き方、少年の書き方じゃないかと。
さあ一体犯人は誰か。テレテテ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 テ